皆さんこんにちは、クリアラです。今日は皆さんに、重大な発表をしたいと思います。TK アカデミーが5月から、オンラインのトレーニングを開始することに決めました。まず TK アカデミーっていうのは、何をしてるかっていうと、日本人の身体能力を上げるっていうのを目的に僕が作りました。で、去年から本格的に始めてるんですけど、まずオンラインをなんで始めるかっていうと、 TK アカデミーは都内でしかやってないので、なかなか日本の全国の、選手たちが、来れない。で、都内でやってたとしても、僕のアカデミーの場合、僕が空いてる時間、決めた時間、場所でしかやってないので、なかなか都合が合わないっていう人も多かった。あとは、僕が完全に一人で見てるんで、なかなかこう人数を増やせない。やっぱ人数が多いと僕的にはこう見切れないっていうのもあって、ちょっとそれが嫌だったんで、多くても10人とか15人とかしか月に見れなかったんで、こう申し込みが参加できない人がやっぱ出てきてしまう。でもやっぱそもそも、この僕のアカデミーはやっぱ日本人の能力を上げるっていうのを目的にやってるんで、やっぱ全国のいろんな選手、若い選手から、あと指導者に向けてもそうなんですけど、トレーニングの考え方、僕のやってきたこととかをやっぱ伝えるにはオンラインが、すごい最適じゃないかなっていうのを思ったので、今回始めることにしました。で、僕の TK アカデミーのトレーニング内容っていうのは、僕の YouTube でも発信してますし、それこそ今まで高校の野球部とかサッカー部とかに行って指導してる動画っていうのも見れば、なんとなくこうやってることっていうのは、もちろん分かるとは思うんですけど、もちろん YouTube なんで、どうしてもこうね、こう一部を編集してまとめて出してるんで、なかなかあれ本当はもう2時間3時間ぐらい教えてるんで、もうそれをね、ギュッて数十分にまとめちゃってるから、なかなかやっぱこう完全には伝えきれない。もちろんあれだけでも参考になる部分っていうのはあるとは思うんだけど、今回のオンラインでは、そこら辺を全て、完全に細かく、セット数だったりレストの取り方、メニューの組み方、ポイントっていうのを全部話します。なんで僕の、メソッド、いろんなこうやり方があるんですけど、それを全部一つずつ紹介していくので、YouTube とは全く違ったイメージというか内容になるとは思うので、そこら辺はすごく皆さんのプラスに、必ずできると僕は思っています。で、簡単に、僕のちょっと自己紹介、今更ですけど、すると、ずっとプロのアメフト選手として活動してきて、でアメリカのキャンプとか、そういうのにも参加したい、でその中で、アメフトやりながらも、セブンズのラグビーの日本代表に入ったり、ボブスレーの日本代表に入ったりで、今はクロスフィットっていう競技をやったりしています。で、いろんな競技を本当に日本代表のこうトップレベルでやってきたので、なかなか3競技で日本代表を経験してるっていうのは、日本人では珍しいかなと思うんですけど、やっぱりいろんな競技それぞれによって、特徴、必要な能力って変わってくるし、でその競技によって能力の伸ばし方って絶対変わってくるん でそこら辺を、僕は日本のトップで経験してきたので、こういう動きしたかったらこうやって鍛えるよねとか、いろんなこうトレーニング、自分が伸ばしたい能力のためのトレーニングの仕方っていうのをもう自分でもうずっと研究してきました。それこそトレーニング、陸上競技とかだと、飯塚選手ともう10年ぐらい一緒にずっとトレーニングもしてきましたし、こう幅広くね、いろんな競技を知ることで、トップレベルね、しかもを知ることで、やっぱりこうトレーニングはこうやった方がいいなとか、それをずっとこう考えて自分で実際やってきました。で実際にこう指導も、アメフト以外にも、いろんな競技、もう本当いわゆるもうほとんどの競技の、選手を教えてきてます。その競技のもちろん学生のレベルから、日本代表クラスの、選手も教えてきてるので、そういった経験をうまくこのオンラインで、もう日本全国のいろんな選手に、選手指導者とか、いろんなね、そういう能力を伸ばしたい人たちに、伝えて、いけたらすごい、オンラインができるんじゃないかなと思ってます。レッスンの内容なんですけど、実際僕の、TK アカデミーのこのオンラインでは月に4本動画が配信されます。毎週月曜日、基本的には月曜日の配信になるんですけど、
それは1本ずつ、まずはトレーニングの、種目1種目ずつポイントだったり、そのメニューの組み方とか、レストの取り方、セット数とかを全て、紹介していきます。まず最初の3ヶ月はあのベースを徹底的に鍛えるので、まあ、どんな競技でもベースっていうのはめちゃくちゃ必要だし、まあ、身体能力を伸ばす上でベースがある程度ないと伸びづらいんで、まずは徹底的にベース鍛えます。なので最初の3ヶ月はベース期間で、毎週1本、トレーニング動画が上がるので、でその、毎週1本で合計4本上がります。でその4本で4種目トレーニングができるので、この4種目が1日のトレーニングみたいな形でセット組めるようにしてるんで、もちろん YouTube でね配信してる内容も入ってきますけど、よりポイントとか、そういうものを全て細かく話してるので、まだねこう YouTube とか僕の SNS とかで、上がってないような内容がガンガン入ってくるので、そこはすごい、ぜひ見てもらいたいなと思ってます。その他にも毎週1本の動画配信とは別に月に2回ライブ配信も行います。なので、ライブ配信では実際オンラインのメンバーのみんなとの、質疑応答だったり、基本的にはトレーニングに関してのご質問で、まあ他にも何か質問があれば、答えるんですけど、でなのでそういったライブ配信を月に2回やっていきます。もちろんね、ライブとかも、当日参加できない人はあのアーカイブ残すんで、まあ、そこら辺も全部見れるようにはしていきます。最初の1ヶ月目のもうレッスンのテーマはベースを鍛えるということで、基本的な僕のトレーニングの結構重要な、まず基礎を作ってほしいっていう部分ではかなり重要な1ヶ月になるので、ぜひ今月から入会して、基本的に毎月こうどん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 メニューがプラスされていくので、いればいるほど僕のメソッドがどん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 種目とかポイントとか全部分かってくるので、まあ、なるべく5月から入会して、でトレーニングを実際にやってって、どん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 自分の知識とか能力を伸ばしてもらいたいので、ぜひ5月から入会をおすすめします。もちろん月学制なんで途中で辞めることもできますし、まあ、そこら辺は自由に参加でもう一回始めることもできるので、自由にそこら辺はやってもらいたいと思います。フィジカルって多分いろんな今スポーツで多分言われてるとは思うんですけど、まあそれこそね今回ワールドカップのサッカーだったり WBC 野球だったり、で今年はねラグビーのワールドカップもあるし、バスケもありますね。でオリンピック来年控えてますし、まあ本当にスポーツが盛んになる年だと思うんですけど、やっぱりフィジカルはどのスポーツでも基本的にベースになると思います。でもう今の時代やっぱ日本人で世界で活躍してる選手見れば分かるんですけど、やっぱでかいですよね。基本的にやっぱそこは避けては通れない道だと思ってるんで、で僕はそこに関して、まあ、アメフトっていう競技場ね、やっぱ最も身体能力をこう上げないとプレーできなかったので、まあ、そこに徹底的にもう十何年間取り組んできたので、そのフィジカル、日本人がどうやったらこうなるとか、まあ、こういうトレーニングをすればこれに近づけるっていうのは自分の中ではもう分かっています。なので実際僕もそれこそ22歳、20代前半の時と20代じゃあ後半、それこそ30代前半、もうどん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 能力、まあ、体も大きく強くなって、まあ、もちろん体重も増えて、ただ動きの質、スピードだったりジャンプ力であったり、こう動きの質は全て上がってるので、やっぱり正しいトレーニング知識やり方をやれば必ず能力が伸びます。で能力が伸びればフィジカルが上がれば必ず自分のスポーツのパフォーマンスも上がります。で基本的に何かこうね筋トレとかそういうのをやってパフォーマンスが落ちたっていうのはトレーニングの仕方が間違ってる、ね、ただやみくもにやってもそれはミスることはあるから。でまあ、もちろん種目によっては僕のメニューはとりあえず限界までやるっていうメニューもあるから、そういうただ頑張るっていうのも必要なんだけど、それを全てやってても能力が伸びないから、ぜひ僕のアカデミーで、そこら辺を、学んでもらえればなと思います。もちろん今回のこのオンラインのメンバーとしては若い、アスリートもそうですし、学生とか年齢はもう本当にもう40代50代何歳でも上はできる内容なので、レベル的にもそのプロのアスリートからもちろん学生アマチュアまで全員にできる内容になってます。
もちろんね、人によって重量とか変わってくるんで、そこら辺を変えればトレーニングの質っていうのは変わってくるんで、参加するメンバーとしてはもういろんなレベルが参加できる内容です。もちろん現役のそういう選手もそうなんですけど、自分が実際体を身体能力を上げたいって思ってる一般の方ももちろんできますし、ただそれだけじゃなくて指導者の人たち、ね、部活の指導とか、まあ、いろんな指導してる方いると思うんですけど、で今フィジカルっていうのがこうどんどんこう、まあ、当たり前になってきた中で、まあ、やり方が分かんないと、そういう人も多くいると思うので、指導者にとってもかなり勉強になるような内容になってます。なので自分が教える立場の人たちはぜひ僕の、オンライン入ってもらって、まあ、正しいトレーニングの考え方とか、まあ、いろんなねやり方があるんですけど、僕は実際にこうアスリートとしていかに大きく強く早く動くかっていうのがテーマで僕はやってきてるんで、そこに特化したい人はぜひ、僕の、オンラインで学んでもらえればなと思います。であとは一般の方で言うと、トレーニング好きだけどちょっとトレーニングマンネリ化してきたなとか、なんかちょっと違う刺激欲しいなっていう人にとってもかなりもう普通の多分いわゆるジムのパーストレーニングとか、そういうボディメイク系のトレーニングとはもう全く違う内容になるので、いい刺激になると思います。だからそれこそボディメイクの人たちにとってもプラスアルファの刺激として必ずいいと思うので、ぜひそういう方々も参加してみてください。価格なんですけど、月額1万1000円で、やります。僕の実際アカデミーではオフラインのね、対面式の僕がやってる TK アカデミーの費用は月額3万3000円なので、まあ、だいぶオンラインではお得にはなってると思います。今月要は5月の入会、今からもう申し込みをスタートするので、今日から1週間だけです。5月の入会をするのであれば、今月の入会をすれば2000円オフの9000円になります。今月入会すればその後もずっと9000円なのでめちゃくちゃお得です。なので申し込み期間も1週間しかないので、ちょっとこれを逃しちゃうとまず5月に入れないっていうのと、あとは2000円オフもなくなっちゃうんで、もう本当になるべく今月今から入ってください。そしたらその後やめない限りは毎月9000円で受けられます。めちゃくちゃお得なんで、ぜひ今入ってください。なるべくもう必ずプラスにする自信はあるので、今日から来週の日曜まで1週間、なので5月1日配信なので4月の30日日曜日まで申し込み期間です。なのでぜひ、この今お得な期間に入会お勧めします。今回オンラインを始めるにあたって、やっと、日本の全国のいろんな選手に教えられる機会ができたので、まあ間違いなく変わると思います。本当にトレーニングは変えるんで、あなたのアスリートの人生を。 もちろんね、アスリートだけじゃなくて趣味でやってる人とかもやっぱり体早く動きたいとか、まあ、かっこいい体で早く動けるっていうのが、まあ、僕的には一番いいんじゃないかなと思うので、やっぱりね、健康を考えても動ける体の方がいいですし、アスリートにとってもアスリート人生ってやっぱり少ないので、短い人生なので、その短い中で自分が本当に最大の身体能力を得た状態でやれてるのかっていうのはやっぱポイントですね。僕もやっぱりこう年を重ねるごとにトレーニングのやり方とか質っていうのが分かってきて、トレーニング自分の能力のピークっていうのがやっぱ20代後半から30代前半に作っちゃったんですよね。これを20代前半から20代中盤、まあ、もしくは10代後半とかになるべく持ってこれれば、やっぱり若くして世界にもっともっと挑戦できると思いますし、早めに自分のピークを作った方が絶対にいいと思います。なので、オンラインでは、まあ、そういったトレーニングの話を全部僕のメソッド全部話せるので、ぜひ、もう本当にいろんな年代いろんな目的、いろんな層に向けて全員対象にして僕は全力で作っていくので、皆さん本当に日本のスポーツ界フィジカルを変えていきましょう。一緒に、皆さんと、これから作っていくのを本当に楽しみにしています。なので今本当にスタートしたので、この1週間でぜひ申し込んでください。で最初のなるべく5月から入って、なるべく最初からやってほしいです。全部重要な僕の中でのトレーニングなので、ぜひ最初から参加してください。このオンラインでの質問とかあればぜひコメントに書いてください。なるべくこの1週間の間で回答できるように返信するので、インスタライブも明日
改めて僕の方のインスタでやるので、全部アカウントとか概要欄載せます。で、申し込みのリンクも概要欄載せてます。なので、一度とりあえず申し込みのリンクも見て参考にしてください。ということで以上で、僕の TK アカデミーオンラインの、説明を終わります。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら、バイバイ。